ストリートファイター2。おそらく、誰もが知ってる。対戦格闘ブームの火付け役で、当時、みんな持ってたんじゃないか?と思うぐらいに売れた作品です。ゲーセンではすでに改良版の、ダッシュ、が出回っていて、スーファミ版もそのシステムを取り入れ、色違いの同キャラ対戦ができたり、エンディングのグラフィックの、改善がされています。当時は一大ブームだったので、友達みんなで使用キャラの真似をしたり、好きな子がこのゲームを得意だったので、必死で練習したりと、今思うとちょっと恥ずかしい、思い出しかないですね。ゲームの方もハードの限界を、感じさせないアレンジになっていて、その後発売されたどんな対戦格闘よりも、高い完成度だったと思います。他のもシリーズ作品が発売されていますが、この初代スト2が一番プレイしたかも、知れません。このゲームが家でプレイできた時は、本当に嬉しかったなぁ。どこ行っても売り切れで、すごく遠くまで自転車で探しに行って、ゲットした記憶があります。ファイナルファンタジー4。ファミコン時代は、ドラクエに遅れを取ったものの、ファミコン時代における、RPG の二大巨頭の一角となった、ファイナルファンタジーシリーズ。本作はそんなファイナルファンタジーシリーズの、4作目にあたる作品です。当時のファイナルファンタジーは奇数ナンバーがシステム重視、偶数ナンバーがストーリー重視、なんて言われていて、本作はその法則に従って、ストーリー重視のゲームとなっています。帝国軍の暗黒騎士セシルを中心とした、様々な人物が入り乱れてのストーリーは、まるで映画を見ているような、没入感を与えてくれました。とはいえ、システム面が軽視されている、というわけでは決してなく、後のファイナルファンタジーシリーズの代名詞とも言える、アクティブターンバトルは、本作から実装され、RPG でありながら反射神経が求められる、斬新なゲームとなりました。戦闘中にカインがジャンプで、画面の外に消えるのは斬新でした。スーパーマリオワールドシリーズ第4作目で、スーパーファミコン版のマリオシリーズの第1弾です。ヨッシーがいる恐竜ランドが舞台で、バカンスの最中にさらわれたピーチ姫を助けに、クッパのところへ向かいます。このゲームで初めてヨッシーが登場しました。マリオ一人では倒すのが難しい敵も、食べて倒す。甲羅を使った特殊能力、ヨッシーに乗って二段ジャンプ、とマリオの冒険をサポートしてくれます。これまでのシリーズよりも、難易度が低くなった感じですね。踏んでも倒せなかった敵が、倒せるようになってたり、スーパースターの無敵時間が、約17秒とこれまでより長くなりました。難易度は低めにはなりましたが、
上級者向けの高難易度ステージもありますし、誰でも楽しめるゲームです。スーパーマリオクラブのオープニングとエンディングで、マリオワールドのプレイ映像があって、ものすごく欲しかったです。ファイナルファイト、カプコンのスーファミ参入第1弾は、ダブルドラゴンと並んで、ベルトスクロールブームの、火付け役となった、アーケードの人気作の移植です。暴力のはびこる街メトロ式で、市長の娘ジェシカがさらわれたため、市長のハガーと恋人のコーディは、ジェシカを助けに行きます。今のベルスクの基礎を築いた作品なので、ボタン連打からの連続技や投げ、ライフを消費しての緊急回避技などのシステムがすでに確立されていて、今プレイしても下手なベルスクよりも断然面白いですね。残念なのは容量の関係で、二人同時プレイがなくなり、演出やステージなどが削られていることで、特に外使いだった自分にとっては、プレイヤーキャラに害がいないため、かなりのショックでした。しかし家でファイナルファイトが遊べるだけでも当時は大満足でした。が、全国の男子が思ったことを言います。ジェシカが服着てるのか、涙。頑張れゴエモン、雪姫救出絵巻。悪党を懲らしめながら全国を旅する。頑張れゴエモン、シリーズ。スーパーファミコン初の作品になります。今度の旅は幽霊退治から始まり、諸国を漫遊して最終的には、囚われた、雪姫、を、助けることになります。道中の合間に入る、ゴエモンとエビスマルの掛け合いが、楽しくていいですね。シリーズの元ネタであるミスターゴエモンを彷彿させる横スクロール面も追加されて、今までと違ったアクションが楽しめます。実はこのゲーム、アクションが意外に難しいので、お金に物を言わせてパワーアップする必要があるのですが、稼ぐためのミニゲームがたくさんあって、そっちにハマってしまいました。特にグラディウスは一面丸々入っている小利用なので、一度プレイすることをおすすめします。
悪魔女王ドラキュラ。ストーリーや武器、キャラクター設定は、ファミコン版と共通しているものの、音楽やステージ構成は全く新しくされ、新作に限りなく近い、リメイク作品となりました。魔王が人間界に現れたため、主人公であるシモンが討伐に行く、というストーリーです。グラフィック性能が大幅に改善され、またボタンの数が倍になったことで、操作性能も飛躍的に上がっています。通常攻撃の無知の動きが多彩になり、ジャンプしながら真下に攻撃を出せるなど、滑らかな動きは上級機ならでは、敵キャラも不気味で個性的なメンバーが増え、ゴシックホラーの趣をもう一度、蘇らせる仕様となっています。メインストーリーは恒例の流れで、ヴァンパイアハンター、シモン、ベルモンドが、幾度も復活を遂げる魔王ドラキュラを、完全に葬り去るために立ち上がり、単身城に乗り込むというストーリーです。ドラゴンクエスト5、ドラクエシリーズ第5弾で、親から子へ、そしてまたその子供たちへ、思いが繋がっていく、という、家族をテーマにした、壮大な物語になっています。物語序盤の父と幼少期の主人公が、二人で旅をしているという設定が、当時はとても新鮮で印象に残っています。今回は主人公が勇者ではなく、魔獣使いというのが特徴で、魔物を仲間にして育てるシステムは、モンスターズの元になっていて、人間の仲間が少ないこのゲームでは重要で、おなじみの魔物を育てるのは、楽しかったです。そして忘れてはならないのが、人生最大のイベント、結婚です。パートナーと一緒に冒険するので、能力で選ぶか、ストーリー重視で行くのか、はたまた容姿か性格か、これはかなり悩みました。自分が勇者を探す役割なので、普段と違う、バイプレイヤー、的な、気分の味わえる作品でした。このゲームは生まれて初めて、徹夜したゲームでした。いやー止まらなかったなー。次の日は学校があったのに。